2周の1センター。誘導員の後ろ3番の木下で変わりません。3番手外並走から6番駒井が上がります。3番の木下を抑え込んで誘導員をかわしていきました。ペースを上げる6番駒井、残り600の金。後ろ4番の金子、内から切り込んできた9番の吉田が内を作って先頭に変わった。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。9番の吉田が先頭に変わっています。2番手は2番の朝日で、3番手3番の木下で、その後ろには7番の豊田が続いています。1番の石田は外で6番の駒井と少し被るような感じ。おーっと、ここで落車があった。2番の朝日で落車。まくった3番の木下が先頭に変わって3コーナー。2番手9番の吉田、3番手には7番の豊田。ようやく抜け出した1番の石田は4番手外、少し苦しい4コーナーから直線。3番の木下が先頭だ。木下が後ろを離してゴールイン。2着争い3者並んでいます。